いってみましょう。なんかワクワクします。さあファーストラウンド注目していきましょう。気合入ってますね。ジャストパリー成功。ここから巻き返しなるか。壁に押し込んでいく。どうなるどうなる。天才か。ここでドライブラッシュ前に出た。ドライブラッシュからの技は性能が良いのでチャンスを狙っていったか。手足を伸ばせば相手に当たる怖い距離。ここでの押し引きが重要になる。いやーどうだどうだ。投げ。さあここから。お、ここでバーンアウト。届いた。決着ですね。一本取っていく。さあこれはどう見ますか。勝負はまだこれからって感じですね。今後の展開にも期待していきましょう。一気に間合いを詰める。上から来た。強化昇竜を当てていく。プレイヤー2、壁のプレッシャーを使えるか。どうなるんですかね、ここから。さあ画面端攻めます。やばい。このジャストパリーで流れは変わるか。投げて。いいですね。さあ10番舞台をここでバーンアウト。なんかこっちが緊張する。ドライブゲージはある。気合で押すか。倒しきる。決まった。試合が終わってしまうのが名残惜しいですね。いやどっちもが注目のファーストラウンド何が起きる。どっちも強そう。球で様子を見るか。どう試合を作っていくか重要な立ち上がり。ここからどう攻めるんですかね。さあ壁を背負わせてもう逃げられないぞといったところ。どうなるどうなる。どうなる。壁から逃さないことを優先徹底している。このまま押し切るんでしょうか。危険な状況になっている。ミスはもう許す。コンボをしっかり決めて KO まで。お見事。おお、しっかり倒し切りましたね。いい形でラウンドを取れた。さあここからどうでしょう。なんかこう魂のぶつかり合い的なものを感じました。次の試合展開も楽しみですね。運人客から竜巻選択。プレイヤー2、画面端のいい状況を作った。何か狙ってるんですかね、これは。うまく投げていた。いいですね。バックステップ付き合わない選択。ここはエアスラッシャー投げて。2人ともやる気満々だ。密着は拒否していく。壁際も相まってだがかなり激しい戦いになっている。このまま勝ち切ったらかっこいいですよね。倒しきり見えている。とんでもない逆転劇。あそこからの逆転はしびれますね。最終ラウンドここ一番がやってきた。なんかここまですごく一進一退できてるんで次どうなるか本当に予想できないです。飛び道具で対応を迫る。ここはドライブラッシュで前に出る。一気に間合いを詰めてきた。追い詰められてしまった。この感じは名勝負の予感がします。ここで投げに行く。今の完璧。きっちり落として。すごく天才。おっとここで SA 発動。カウンターを決めていいのが入りましたね。今ここでバーンアウト。完璧な内容で倒し切った。決まった。なかなかに白熱した試合でしたね。めっちゃいい試合で、お互いに頑張ってほしいですね。さあ開幕、両者はどう動くか。かっこいいとこ見たいです。さあタイミングを合わせて綺麗に受け止めた。投げの選択肢を見せていく。お、見事な大ダメージコンボ。さあここでドライブラッシュ。打撃はパリーですか。どういうことこれ。ジャストパリー、うまくタイミングを合わせた。どうするどうする。プレイヤー1、さあ追い詰めた。何か狙ってるんですかねこれは。
ここは投げを見せてガードを崩す。ナイス。ここでバーン KO。 さあ今のラウンドを振り返ってみていかがでしょうか。なんかこう魂のぶつかり合い的なものを感じました。今後の展開にも期待していきましょう。ここまでの動き、そしてここからの動きが大事。一瞬の油断が命取りですよね。重要な立ち上がり、どちらが先に動くか。どちらが先に仕掛けるんですかね。いやー、どうだどうだ。プレイヤー1、壁のプレッシャーを使えるか。どうなるんですかね、ここから。対空きっちり。ナイスナイス。さあ近距離の攻め合い、そして慎重ですね。ドライブラッシュで前に出る。一気に間合いを詰めてきた。両者 S。 ちょっと何ですか今の。パリーが炸裂。まだまだ壁際の楽しい時間は続く。結構リードしてる感じですね。おたくここでバーンアウト。危ない危ない。でもまだいける。ドライブダウンさせて始まるぞ。今の完璧。ドライバーンアウトする。いやー頑張れ。倒しき見えている。ここでフィニッシュ。決まった。あんた面白いな。ファイトラウンド。ここでエアスラッシャー。ファイナルラウンド最後に笑うのはどっちだ。どうなっていくんでございましょうか。非常に気になるところでございます。投げる。すごくにチェーンサイ。ちょっと何ですか今の。タイミングが合っている。チャンスになるぞ。投げが決まった。今の完璧。逃げ場はなくなった。いやー一気に来るんじゃないですかこれは。プレイヤー2前に出て。全然気が抜けませんね。マンションプを仕掛けるか。投げが決まった。すごすぎチェーンサイ。オーバードライバース2、ここからチャンスになるか。プレイヤー1、この画面端でどうやって料理するか。スライディング。なんかすごい。ジャストで取った。反撃が始まる。プレイヤー1、ドライブなしでキアバーンとする。両者ドライブゲージがなく使ってきた。なんかすごい。一気にいくか。終わるのか。わずかに残る最後の読み合いとなるか。これは削れる。名勝負。プレイヤー2、この激戦を制した。いや見応え。さあ開幕、両者はどう動くか。始まりましたね。投げうまい。さあなんとか壁際は回避できたが、まだ余談は許さない。ここは安全な距離から球を打って様子を見る。距離を離しても相手の行動をコントロールしていく。掴んできた。お、スカスカスカ踏み込むか。地上の駆け引きの間合い、投げ抜けの間合い。さあここでカウンターが決まって大きなダメージとなる。ダメージそんなに入るの。前に出る前に出る。壁ここでバーンアウト。なんかこっちが届いた。決着ですね。さあ今のラウンドを振り返ってみていかがでしょうか。次のラウンドが勝負ですね。まあ全部勝負なんですけど。確かにこれからの戦いにも目が離せませんね。先ほどの動きをこのラウンドどう生かせるか。いやーどうなるんだろう。両者何を狙ってどう動くか。こっからこっから。投げを使ってガードを崩す。ナイスナイス。さあ近距離の攻め合い、そしてさあフェイントから、ここ攻めのドライブラッシュ。一気に間合いを詰めてきた。飛び道具で牽制する。下から打ち抜いた。ナイスナイス。ここで S、 試合を動かしに行く。何これ、すごい風でいいですね。温めないと宇宙のビートが全身に刻まれる。これ結構有利ですよね。この距離は弾飛ばれなければ超強力。そう、ドライブラッシュで前に出る。ドライブインパクトを警戒していたのか。やばい、これはカウンターになった。いいのが入りました。 KO。 おお、しっかり倒しきりましたね。しっかりと勝ち切った。さあ今の試合
さあファーストラウンド注目していきましょう。ビシバシやり合ってるところが見たいです。ドライブを打って、さあ試合は序盤、どう崩していくか。ここからどう攻めるんですかね。投げの選択肢を見せていく。打つか透かすか踏み込むか、地上の駆け引きの間合い。さあドライブラッシュで相手に揺さぶりをかけていく。ドライブラッシュから出す技は有利フレームが増えるのでリターンは高い。対空キッチ天才か。さあ逃げ場はなくなった。どう仕掛ける、何か狙ってるんですかね。これはさあ画面端攻めは続く、継続している。このまま勝ち切ったら KO まで。ナイスナイス、かっこいい。プレイヤー2、ここはきっちりラウンドを取っていた。次はどう動くか。今負けちゃった方に戻り返してほしいですね。さあ次のラウンドも見ていきましょう。ここはエアスラッシャー投げ、さあここから天才か。あまりにも危険な地上戦が続く。マイステップ、どういうことこれ。このタリーが反撃ののろしとなるか。投げは警戒しつつどうする。壁に追い詰めた、チャンスになる。この感じは名勝負の予感がします。慎重ですね。女性ゲージは両者マックス。ここからのゲージ運用が勝負を分ける。ゲージ運用が勝負をまさか誘導していたのか。ナイスナイス、どう崩し、やばい。このジャストパリーで流れは変わるか。クリティカルアーツを選択。このタイミング、この体力がクリティカルアーツになる。全てのゲージをダメージに変えて決着に迫る。こっからどういくんでしょう。勝負の一撃だったが届かず。めっちゃ惜しい、ドンマイです。さあカウンターが決まる、これは痛いダメージ。プレイヤーはダイヤシワガード、フィニッシュ。おー、しっかり倒し切りましたね。お互いの気持ちが伝わるような試合でした。どうでしたか。いやー、見てるこっちがドキドキしちゃいますね。2人ともすごい。飛びは落とす、今の完璧。カウンターを決めて深く踏み込む。画面端、試合は大きく動くか。いやー一気に来るんじゃないですか。これは白熱してます。うまく投げが通った、すごすぎ、天才。ここはどうで、きっちり落として、すごすぎ、天才。繋いできた、ドライブバーンとする、マシン使ってきた。とどめの SS 戦闘に迷い出し、ここで勝負あり。決まっちゃいましたね。両者かなり動けていた試合、どう見ましたか。